皆さんこんにちは、コバショーです。今回のテーマなんですけれども、親世代の日東コマ線は今の早慶レベルって本当？受験勉強の認識のギャップでこじれる親子関係ということでございます。ちょっとね、記事読んでいきたいと思います。受験生の悩みの一つは保護者との関係だ。親子で意見が合わずに喧嘩になってしまうという事例もよく聞く。原因は家庭によって様々だろうが、受験に伴う環境が現在と保護者世代では大きく異なり、親子の間で認識の違いが生じていることも関係しているようだ。長年受験指導に当たっている予備校関係者は、90年代の日東コマ線の難易度は現在で言えば早慶に勝負できるレベルかもしれないと話す。日東コマ線とは首都圏の私立4大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学を示す名称で、親世代が受験した90年代は競争が熾烈で、難易度のレベルを現在に当てはめると難関次第の早稲田大学、慶応義塾大学に相当するぐらいの難易度だったと解説する。東大などのトップ層は今も昔もレベルはあまり変わらないが、私立は定員増も相まって昔よりは入りやすくなっているというのだ。親世代は世代人口が多い分ライバルも多かった。浪人する人も今よりずっと多く、近接した学力帯にたくさんの受験生と大学がひしめき合っていたという。もちろん異論もあるだろうし、今とは試験制度は随分異なっているので、時代をまたいだ大学の難易度比較にあまり意味はないとも言えるだろうが、難易度の話は親子のギャップにつながりやすいテーマのようだと。単純比較は難しいが、1993年度と2023年度を比較すると、高校卒業者は平成5年には175万人以上に対し、令和5年は96万人台で 55% 減と約半分だということですね。一方、大学進学者は平成5年の55万人に対して令和5年は60万人以上と増えていると。大学自体の数も534校から810校と、まあこれは増えすぎだけどね、 1.5 倍になっており、少子化が進んで同世代の人口は減っているのに大学数は増加し、広き門になっている。狭き門の逆ってことですね。で、予備校関係者によると、親が自分の経験を背景にそんな大学に受かるわけがないと頭ごなしに決めつけたりして、親子関係がこじれることもあるという。一般入試がほとんどだった親世代と異なり、総合型、学校推薦型の選抜方式など受験の仕組みも多様化、偏差値ランクも親世代と大きく変わっている大学も多いということなんですね。ただ河合塾が生徒に行ったアンケートを見ると、子どもの受験に関心を持って積極的に情報収集しようとしている保護者の様子も伺える。大学受験制度について保護者の認識知識はどの程度あったかに対し、非常によく認識していた、まあまあ認識していたという回答が約7割だったというのだということですね。当初は親子に認識のギャップがあっても、それぞれが歩み寄りながら着地点を見出しているというのが実際のところかもしれないということでございました。はい、まあ、ということで、まあ、記事はそんなに重くないものなんですけれども、まず世代間のギャップがどうなのかっていうと、単純に人数の倍率的な話で言うとですね、まあ昔と今で違いがございますが、ただ昔の方が圧倒的に難しくて今が簡単なのか、まあ、つまり昔の日東コマ線が今の早慶なのかっていうと、個人的にはちょっと違うかなとは思います。はい、別に今僕が塾をやっているからポジショントークしているとかではなくてですね、まあ、客観的に入試問題を見たりとか求められる学力レベルを見てみると、確実に昔よりも今の方が上がってるんですね。それこそ、まあ、共通一次の頃ですね、共通テストじゃないですよ、共通一次の頃、センター試験のさらに前、共通一次の頃の英語のね問題とか見てみると、まあまあまあ今と比べればかなり、まあ、楽勝と言ってしまうと言い過ぎなんだけども、まあ、対策はしやすいですよね。同じようにやっぱり各大学の入試問題を見ていても、数学に関しては大きく違いがないという部分もあるかもしれないけれども、正直今の方が簡単だっていうふうに断言できるかというと難しいところだと思います。これなんでかというと、やっぱり今って昔と比べると一般入試の枠が狭くなってるんですよね。やっぱり昔と比べると付属校が増えたりとか推薦とかそういったものが増えました。なので、そのいろんな方法で大学に入ること自体っていうのは、もしかすると昔よりもしやすくなってたりとか、可能性が増えてたりとか、選択肢が増えているって可能性はあると思うんですよ。それこそ、じゃあ早慶マーチに行きたいです、何としてでも行きたいですっていう方がもしいた場合、まず中学受験がありますよね。はい、で高校受験がありますよね。で大学受験がある。しかもそれも一般だけじゃなくて、例えば指定校もあるし、総合型とか学校推薦型の公募型もあるし、まあ、当然一般入試もある。で一般入試だっていろいろあるわけですよ。英検があったりとか、英検使わない方法もあったりとか、ね、いろいろ学部学科によっても変わってくるし、大学によっても変わりますけど、つまり選択肢がすごく広がってるんですよ。なので、じゃあ自分がこれで行こうっていうふうに決めたときに、それがさっき言った広き門
ってね記事に書いてあったけども、誰でも通れるような道筋なんですかっていうと、必ずしもそうではないですね。ただ例えば自分がでもね、めちゃくちゃ英語得意だから英語を頑張ってやってた、あ、なんかうまく大学入試に転用できそうだなとか、もともと課外活動探究活動をめちゃくちゃ頑張ってた、あ、これをね大学受験に使えそうだなみたいな高校生の方にとっては、確かに昔と比べると予備校に通ったりとか塾に通って、まあ、ガリガリやってね、1日それこそね5時間10時間勉強してっていうのと比べると、まあ正直なところ負担は減っているとも言えるかもしれないけれども、単純に入試問題そのもので見ると、じゃあ決して昔と比べてめっちゃ簡単になったかっていうと、そうではないというふうに思いますし、あとはやっぱりね、今の高校生っていうのはコスパというかタイパというか、その1時間あたりの勉強しなければいけない量が増えていると思います。昔と比べると例えば映像のコンテンツが増えたりとか、参考書もすごく充実していますし、過去問も昔と比べると比較的安易に、ね、ネットがない頃と比べると、ね、ネット開きはすぐ過去問見られるので、そういった情報へのアクセス、まあ、あと YouTube もありますけどね、そういった情報へのアクセスが非常に昔よりもしやすくなっているという現状があるわけですよ。そうなると、そういったものを前提に次のね入試が行われていくので、やっぱりねどんどん効率的にやっていかないといけない時代にはなってきているわけですね。なので実際この一番最たる例が中学受験は基本的に、例えば学校数がね大きく変わったりとか、受験する子たちの人数がめちゃめちゃ大きく変わったりはしていないはずです。しかしながらやるべきことというのはどんどん増えていて、昔であれば小学校5年生ぐらいから始めればいいんじゃない、遅くても小学校6年生でもいいんじゃないみたいな、昔ですよ、そういう時代もあったんですよ。ただ今やね、なんならね小4からやりましょうですし、なんならもっと早くからそのプレイみたいな感じでもっと早く塾に入ってお勉強始めましょうって、そういう時代じゃないですか。そうだ、結局単純にずっとね母数も変わらなくて、まあ、人数も変わらなくて学校数も変わらなければ、どんどんそれは苛烈化していくっていうのは基本的なことなんですよ。ただ大学受験に関しては子供たちが減ってるんで、まあ確かにね大学に行く子たちは増えてるんですけど、行っている子たちどこの部分が増えてるかっていうと、じゃあ東大受けたいよって子がめっちゃ増えてる、2倍3倍になってる、早稲田や慶応に行きたいよって子が2倍3倍になっているわけではなく、これはまあちょっと僕ね残念な気持ちもあるけれども、ボーダーフリーに行く子っていうのは非常に増えております。そうだから本当に昔なんかは、言い方あれですけど、ボーダーフリーっていう大学がねそもそもあるのかないのかみたいな時代もあったわけですよ、うん、それが今や大学の約半数がですね何かしらのボーダーフリー状態、まあ、定員割れ状態のね学部学科を抱えているというような状況になっていますから、そこはそこで一個闇はあるものの、まあ、ただやっぱり、ね、個人的には昔と状況は違っているものの、それこそね今の人気大学旧帝一高とか特級とか早慶上理もそうですね、まあ、そういった大学に関してはやっぱりね人気度も難易度も高くなっているかなと思います。ただこれが少しね中堅の国立大学であったりとか、もしくはマーチぐらいになってくると、別に簡単だとは言いませんよ、簡単だとは言いませんけど、さっき言ったような入試の方法がちょっと多様化してる。特にマーチとかはね、例えば英検得意だったら英検を使った立教とかをね突破していくなんていう方法も考えられる時代になったんですよ。なので昔と比べると、とにかく受かればいいというか、とにかく自分の得意を生かしてなんとか合格をつかみ取るだけでいいのであれば、もしかすると昔より行きやすい部分もあるのかもしれないです。ただその昔の日東駒線が今の早慶はちょっとどうすかねちょっとまあ言い過ぎな気はしなくはないんですけど、というふうに個人的には感じます。はい、まあ、なのでそのあたり踏まえてですね、やっぱりご家庭の中できちんと話し合いをしていただいたりとか、情報をすり合わせることが大事なんですが、ただ確かに一時期ねそういうこともあったんですけど、最近むしろ保護者の方の方が生徒さんよりも情報をねガンガン収集してる雰囲気があります。それこそ一度ねこの小場所のチャンネルもそうですし、キャスタイスティームもそうなんですけど、保護者層の方がすごく見てくださっているんですよね。だからむしろ今って高校生の方よりも保護者の方の方がガンガン情報を集めている感覚があって、いいことなのか悪いことなのかっていうのは置いといて、すごく大学受験が中学入試にちょっと近づいている部分っていうのは僕はあるのかなって思います。かついい悪いではなくですよ、大学入試が複雑すぎるんですよね。さっき言ったように、じゃあ英検持ってるなら立教はどうだとか、まあ、そんなことを全部高校生が分かるって難しいじゃないですか。受験を仕事にするわけじゃないですからね皆さん。そうなってくるとやっぱりある程度大人がサポートしていかなきゃいけないけど、やっぱり学校の先生は全部サポートしきれない、塾とか予備校に 100% 頼るわけにもいかないってなると、保護者の方が自ら情報を集めるってケースが増えてきているっていうのは、これは事実のことなのかなというふうに思いますし、昔はやっぱり塾に行かないと情報が得られなかったので、保護者の方は別に自分が塾に通うわけじゃないんでね、情報へアクセスできなかったものが、今やインターネット、まあ、それこそ YouTube を使って保護者の方も気軽に情報にアクセスできるようになった、そういう点からもですね、個人的には保護者の方がどんどん知識情報を吸収してくださっているケースが増えているのかなというふうに思います。はい、まあ、ですのでね、この小場所のチャンネルでも引き続きなるべく皆さんに有効なね有用な情報をお届けしたいと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録して、引き続きご覧いただければ幸いです。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。